あれってマジな？いい？何も出てきませんね。そうですか。我々も予告状以上の物証期待してたんですがね。怪盗団との接点は確定しましたし、これ以上は高望みですね。ご協力感謝します。はい。え？校長室でも出ました、予告状。よし、もう一度聞くけど、お父様から怪盗団のことは聞いてないのよね。はい。どんな些細なことでもいいわ。思うところがあったら連絡ちょうだい。思い出せたらでいいから。校長？私そんなの聞いてない。つまり君たちは奥村の命を狙ったりしていない。予告状が見つかった囚人の校長についても別人がやったというのね。はあ、嘘を言っているようにも思えない。騙す気なら異世界なんて話よりもっともらしい嘘がいくらでも言えたはず。その上、私の調べとの食い違いもほとんどないわ。作り話でそんなこと可能かしら。それにわかるのよ、仕事柄認めたくないけれど。でも私の情報から奥村に目をつけたならランキングに名前が出る前よね。無視して別の有名人を狙うこともできたはず。わざわざ探ってまで悪党を追うことにしたのは一体なぜ？シンプルね。別の悪党が実在する確証はまだ何もないけど、君が人殺しをやるような人種じゃないことは信じても良さそうね。よし。でも校長と奥村の立て続けの死で世間は怪盗団への見方を変え始めた。潔白の証明に焦った君たちは次の作戦で。どうしたの？まさか投薬の副作用？公安の連中何を使ったの？ねえねえ、聞こえて。びっくりさせないで。ちゃんと真実を喋っているならなんとか最後まで話し切りなさい。信頼できない供述に仕上がるとお互いまずいことになるわよ。じゃあ話を進めるわ。いよいよ最後の犯行についてよ。わかるわよね。潔白の証明のために君たちが最後に狙うことにした相手、その人物に届いた予告状、手紙の宛名は新島さえ、この私。さあ全てを説明してちょうだい。
なるほど。春のやつ、なんとか大丈夫そうだな。よし、放課後全員集合だ。これで手はずは整ったというわけですな。正義の味方で持ち上げきって地に叩きつける。では次は彼女。はい、人事に話はつけてあります。かなりの重責でしょうが、彼女としては光栄なのでは。ずっと追い続けていた廃人化事件の犯人。そうでしたな。我々が仕立て上げた犯人。おっしゃる通り。前途ある若者が未来を見据えられる、そんな社会を。うっせえな。うん、春は自分で呼び出してんだし、そのうち来んだろ。まあ一段落ついたって言っても、今はお父さんの件で。はあ、な、何事。私ら奥村社長を殺したって書かれてる。もう始まったか。はあ、怪盗団が引き起こした謝罪会見中に社長があんな顔を晒したんだぞ。って、あれだけ持ち上げといて一気に人殺し扱い。おついてのひろがえし。事情も知らねえくせに。落ち着いて、まだ世の中の全部が言ってるわけじゃ。だが釈明のしようがない。せっかく時間作ってくれたのに。大
変だったわね。もう大丈夫。あのね、気になることがあって集まってもらったの。みんなは校長先生って狙ったの。は？校長？うちの？うん。どういうことだ？昨日、うちに検察の人が来てね。その、新島さんっていう女性の。それ…その検事さんが言ってたの。校長室で予告状が見つかったって。あんなことがあった直後だもの。校長なんて囚人以外に考えられない。そんなの知らねえっての。手際が良すぎない？私の気のせいかもしれないけど、奥村社長の件はなんていうか、事件後の事の進みが早すぎる気がする。どういう意味だ？例えば真犯人にはめられたとか。マジか。もしや。じゃあすぐにでも捕まえないと。待て、俺たちは本当にはめられたのか。真犯人の狙いもわからないんだぞ。じゃあ他にどうしろって。一度落ち着きましょう。春の話を聞く限り、世間だけじゃなくて警察も怪盗団を殺人犯として疑い始めている。安易に動くのは得策じゃないわ。今は普通の高校生を演じるしかない。それに来週から中間試験でしょ。こんな時にテストとか。ったく、双葉が羨ましいわ。双葉？ん？ちょっと気になること。うち帰って調べる。何かしらね。ともかく今はおとなしくして目立たないこと。いい？しまって、ちょっと視野は狭いが根はいいやつだな。期待を裏切ってやるなよ。にしても、はーい、よし、やるじゃねえか。じゃあ実行に移ろうか。よーし。こんな時に周りの心配しやがって。
ありえねえだろ。まだまだ未熟だが、ようやく満足できる絵が描けた。そう、これが本当の人間の心だ。タイトルは欲望と希望。どうだろう。前の絵に足りなかった部分を描き足した。この光はお前たちだ。タイトルでは希望、でも俺の中ではもっと明確な存在だ。こんなことに今まで気づけなかったとは。おお、あなた、いい絵だ。え、この前見たく、むやみに木を照らっているわけじゃない。同じ絵でこうも変わるものか。これが君の出した答えかね。そうです、欲望と希望。なるほど、履修どちらも合わせ持っての人間だな。君は理解したようだね。あなたは一体。すまない、君に喝を入れるつもりとはいえ少々乱暴だった。でもこうでも言わないと君の闘争心には火がつかないと思ってね。でもどうしてそこまで。一体何が目的なんです。同じまだらめの呪縛から解放された者として何かしてやりたかった、それだけだ。え、以前私がまだらめの客を取ったとかで目をつけられてな。個展を開こうにも会場は貸してもらえない、支援事業も立ち行かず、新さんをなめたよ。そうだったんですか。そう、人の心は様々な欲望にまみれ、時に黒く塗りつぶされてしまう。でも君にはそこから目をそらさず立ち向かう強さがあったようだ。もしその強さがあいつにもあったなら。私とマダラメとの付き合いは長くてね、画学生の時から同じ画塾で講師もやった。昔はあいつも気概があってな。いつか自分の腕で画壇の頂点を目指すと。だが
画壇なんて所詮権力争い。うまく立ち回った者勝ちだ。私たちの心もこんな風に黒く汚れていった。しかし人の心は不思議だ。白と黒ではっきり分けられない。子供嫌いのあいつが君を引き取ったと聞いた時はびっくりしたよ。え？疎遠になる少し前のことだ。子供が熱を出した。休日で病院も閉まってる。なんて大慌てで電話してきたもんだ。そんな、先生を。ああ。私はもうこの世界から私のような敗者も、あいつのような間違った強者も生みたくない。そのために支援事業を始めたんだ。どうだろう、うちの出資を受けてみては。もちろん強引なプロデュースもなしだ。本当にありがたいお話、ご厚意感謝します。ですがお断りします。なぜだね。俺はまだらめとは違います。俺は欲望には染まらない。だって希望が見えているから。迷えば手を差し伸べ、間違えばいさめてくれる。そんな希望の光が彼らがいれば俺は大丈夫です。まったく、あいつの目利きは大したもんだ。変わった人だったな。申し出を断ったことか。確かに少しもったいなかったかもな。だがこれで良いとも思っている。我ながら矛盾してるが、これが心なのだろう。面白い。やはりこれこそが俺の描くべきものだ。きっと俺に付き合うのはさぞ面倒だったことと思うが、なぜだろうな。お前は最後まで俺を見捨てないと思った。本当にありがとう。我は汝、汝は我。汝ここに契りを決明の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らん。今こそ汝、皇帝の究極なる非業に目覚めたり。無尽の力を汝に与えん。よし、よし。俺に宿るペルソナ、新たな力に目覚めたか。よし。スランプを抜けたからには、書けなかった分を取り返さないと。改めて、俺はお前に誓おう。お前が何かにつまずいた時には、必ず手を差し伸べると。さあ、行こうか。心ってものをもっと知るためにも、今は怪盗家業に励まなくちゃな。
ああ、ありがとうね。よし、帰るわ。
やばいなこれ。おい、こら！許せないね。
よし。実はな、面白い。よし。よし。じゃあな。